はい、おはようございます榎本孝樹です。今日のテーマはお金って何だっていう話をしたいと思います。まあ商売をやっていて最も重要な目的の一つはお金を儲けること、利益を出すことだと思います。まあそんな中でねお金を儲ける、利益を出すってどういうことなのかっていうことを考える前にお金って何なのかっていうことを考えてみたいと思います。お金っていううののは一言で言でと信用の現れ ということなんですねだからもしもお金を儲けたい利益を出したいと思ったら信用を築くことっていうのがすごく重要になります今日の動画の解説も動画の説明欄に文章でも入れてありますので是非そちらも見てくださいそれでは今日も一日かり切っていきましょうあなたはできる